こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ今日は2024年の関谷記念の予想動画。やっていくわよ。おお。新潟の平坦コースで行われる伝統のマイル重賞ね。新潟外回りは直線が約650メートルあるからね。直線は相当な叩き合いが見れるレースね。そうね。また、全4戦のサマーマイルシリーズ。中京記念に続く第3戦になっていて、サマーマイルを制覇しようとここに出走してきている馬もいるのが特徴的ね。サマーマイル制覇には全4戦のレースのどれかを勝たないといけないから。今回出走馬の中で王座の資格があるのが米子ステークスのプードジボンね。まあ、関谷記念さえ勝ってしまえば、今までの戦績にポイントが加算されるし、そういう意味でサマーマイルガチ勢には注意したいレースではあるんだけど、出馬表からはさすがに中京記念からの転戦組はいないけど、サマーマイルの第一戦の米子ステークスからフルゲート18頭中5頭転戦しているわね。これをどう思うかね。競馬ゆっくり的には関谷記念はサマーマイルとは引き離して考えないといけないレースだと考えているんだよね。この関谷記念は、はあ、どういうことなの？予想の前に競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース解雇、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。っていうことで関谷記念の予想なんだけど、この舞台、新潟マイルってワンターンのコースで3、4コーナーが小回りでかなり急？その分スタートしてから3コーナーまでの向こう上面の距離と最後の直線の距離がかなり長い。高低差的にはスタートしてからの1ハロン目くらいまでは平坦コースなんだけど、向こう上面の直線後半から3コーナーに差し掛かったところまで上り坂。3コーナー前半でこの上り坂は上り切って、一気に4コーナー半ばまで下り坂。以降高低差の少ない上りと下りを繰り返して直線残り400メートルからは平坦な直線。こうして見ると先行馬は結構不利ね。スタートダッシュ決めたのはいいものの2ハロン目の先行争いの箇所で上り坂が始まって消耗してしまう。しかも、急な小回りなコーナーの新潟だから先行馬は馬場が悪くなければ距離ロスを減らすために最内のコースを取りたい。それに先行する馬は上がりが後ろから行く馬より切れないから前で追いつかれないように飛ばさなければならない。そうなると、スタートから3コーナーまでの距離が548メートルあるから先行争いもそこそこにスローペースに落としても最後の直線で切れのある末足の馬にやられちゃうから、基本飛ばさないといけないわけね。そういうこと。だからこのコースの先行馬はかなり厳しい。向こう上面の先行争いは上り坂も絡んでくるし、かなり速くなりやすい。そうなるとその分小回りのコーナーでペースを落とせるけど、やっぱり日本一長い直線の新潟では逃げ先行は難しい。おお、そしてこのコース形態から関谷記念はサマーマイルの第3戦にもかかわらずにメンバー的に色々な路線から来ている印象がある。左回りで直線が長い東京競馬場の NHK マイルカップからの転戦組のディスペランツァやロジリオンの3歳金量優遇勢。関谷記念はグレード別定戦だから3歳馬の標準重量は54キロで小馬は57キロ。この3キロは結構効くと思うし。3歳勢2頭は世代上位の馬。これは悩みどころね。そうね。またそれ以上に多いのが小馬で安田記念惨敗組などの東京競馬場の上がり勝負の競馬場からの転戦組が目立つわね。新潟と府中は何かレースの要素が似ている。そういう理由って考えているわけ？そうね。そう考えているわね。だからこそ今回は府中で重要視される上がり3ハロンの切れ味がそのまんま新潟マイルに当てはまると仮定して上がりの破壊力を重視した予想をしていきたいと思うわ。おお。そうなると、本命はどうなのかしら？本命は本当は買いたくないし、逆進を狙っている。って思われるのが嫌なんだけど、戸崎啓太のジュンブロッサムね。買うとこない買わないと来る戸崎啓太さんを競馬ゆっくりが本命に。いやいや。この馬。時計通りに走ると関谷記念は突破できるレベルなのよ。
前走の京都外回りの水月ステークスでは2ハロン目 10.4 秒で1000メートル通過タイム 57.1 秒で上がりは2位の 33.1 秒。確かに先行集団がやり合った印象はあるけど、それでも差し切って2着に3馬身差の圧勝。しかも上がり3ハロンのラップは 11.9 秒、11.6 秒、10.9 秒と加速ラップ。これはまだまだ隠されたギアがあると判断できる。上がりの最高速度も条件クラスのペースでは当てにならないところはあるけど最高で 32.4 秒と破格のタイムを出している。川田くんさーなんでこっちに乗らないんだよ小倉記念のリフレーミングに乗ってる場合か？さあ切れてますがな。正直。このレベルの馬であればここは通過点。ここは自信を持って戸崎啓太純ブロッサムを大本命指名よ。おお。これが悲劇の始まりじゃ。対抗はディスペランツァね。この馬はアーリントンカップを買っているから3歳馬だけど54キロではなく55キロでの出走。しかしそんなことは関係ないレベルの末足がこの馬にはあるわ。この馬は勝ったアーリントンカップで上がり 32.4 秒。ジュンブロッサムとは違ってこの時期の3歳重賞だから2ハロン目は 11.0 秒だし、1000メートル通過は 60.9 秒。比べるべくもない数字ではある。ただその分上がり3ハロンのラップは 11.1 秒、10.7 秒、11.4 秒と最後は止まっているけどかなり速いラップ。前半のペース対応力さえあれば逆転可能な逸材である。坂の影響を好意的に考えるのも一興。おお、また NHK マイルカップでは車高の被害にあってどうしようもなかったけど、まだまだそこが見えない馬。この馬を55キロで買えるのは、いいわねー。ただし今回はミルコデムーロ。これをどう見るかね。また、フルゲート18頭での小馬混合戦でどうなるかわからないところがある。そういう意味で評価は対抗とさせてもらったわね。タンアナ指名はどうなの？タンアナ指名はロジリオンね。この馬は今回54キロで走れるのが強みね。正直1400メートルの方が良さそうな感じではあるけど、慶応杯2歳ステークスでは上がり 33.0 秒と標準点の足を使っているところが魅力ね。また、NHK マイルカップは2ハロン目 10.7 秒、1000メートル通過 58.3 秒と小馬の重賞ペース。リステッドよりは上のペースで上がり 34.0 秒の3着に健闘。前走のパラダイスステークスではこれより緩いペースの競馬で必勝体制だったけど3コーナーでシトラウスに妨害されての4着。しかし上がりは 33.8 秒で1位。買うなら今回かなー。って思う逸材ね。1400メートルの競馬でペース対応能力は折り紙付きだし。今回はコーナーが急で上がり3ハロンの競馬。中段から前の競馬で抜け出すのはこの馬ってわけね。そういうことね。さすがに後ろからだけの馬を買うのは危ないからね。この馬はお守りね。おお、で。今回は穴指名を2頭。行きたいと思うんだけど、競馬ゆっくりにしては珍しいわね。1頭目は58キロで佐々木大輔ってのがウィークポイントだけど去年の関谷記念で最速の上がり 32.8 秒など、安定した上がりを誇る桜プジュールを指名したい。この馬は溜めて上がりも切れるけど勝った東京新聞杯みたいに少し出していって、その分上がりが鈍ってもそこまで上がりがマイナスになることはない。そこそこ持久力もある末足がある。金曜と機種が不安だけど、少し出していっての後方集団よりは前につけての追い比べなら上位進出があると判断。もう一頭はどうなの？名将新竹ね。この馬はとにかく前が崩れるのを待つ馬。この馬も桜プジュールと同じ去年の関谷記念で最速の上がり 32.8 秒。末足はとにかく切れる馬だけど。まあこの馬。前が崩れるのを祈るガチャ的差し馬。このコースはバチコリ適性があるし、府中なんかの適性はあるんだけど、この馬関西からあんまり遠征しないんだよねー。おお、この馬は去年のサマーマイルの覇者で今年もサマーマイル勝ち勢。そうなるとここで勝たないとどうしようもない。形勢はオータム班では時期的に夏競馬の分法ではなくなり G1 を狙う有力馬が出走することがあるからね。つまりここで頭を決めたいってわけね。そういうことね。
だから今回はバチコリ来る可能性。否定できないわね。おお。以上で5頭指名したけど、買い目はどうなの？本命ジュンブロッサム単勝、穴の名勝新竹の副勝。今回は指名頭数が多いから頭固定でジュンブロッサムからの3連複。ディスペランツァ、ロジリオン、サクラプジュール、名勝新竹流しで10点。計12点でバチコリよ、戸崎啓太。ジュンブロッサムと心中ね。この馬主、司法違反などで書類送検されてるけど、馬主資格大丈夫なのかしらね。はあ、やめろやめろ。で、他の馬はどうして切ったの？ほとんどの馬は上がりのタイムが足りないなぁ。ってことね。だからオープンや条件戦でもペース次第で速いペースでドカーンと足を使えないとこの舞台ではどうしようもないと判断したわね。おお、一応怖いのはプードジボンね。この馬はサマーマイルチャンピオンに最も近い馬で中京記念のアルナシームはそんなにサマーマイルにガチ度を感じない。そうなると今年のチャンピオンはこの馬と考えて、この関谷記念はどういう意図で来たのか。ということね。どういうことなの？関谷記念以降サマーマイルは形勢はヨータム班でしかないわけよ。それにプードジボンの客室的には中山マイルで芝のいい状態で内枠引いて逃げ切った方がこの馬にとってはいい。なのに、逃げ先行不利のこのコースでなんでここに来るのかってことよ。最悪ポイント稼ぎのケースがある。おお、そうなると今回、プードジボンは形勢はヨータム班で2ガチで出走するための叩きの場合が高い。人気を吸うだしね。でも、この馬、ペースが緩くなると逃げても先行しても上がり33秒中盤の足使ってくるけど、そこだけね。だけど、このコースで前半行ってその足使えるのかって言ったら疑問ではあるんだよね。おお、ルメール騎乗のプレサージュリフトは切れ勝負になると限界がある。オープンのマイルだと切れ負けするし、展開の助けがないと難しい。前走は府中で距離延長でメイステークスを勝っているけど、この馬は小馬オープンだとマイルより中距離じゃないのかなと感じる。この馬も人気を吸って直線200メートルで悲鳴に変わるだしね。人気を吸うだし連発？パラレルビジョンも直線の短い中山マイルみたいなキレよりも先行力、持久力で立ち回る競馬なら全然あると思うんだけど、このコースではキレ負けする。この馬はスローの条件戦で上がり 33.1 秒を出しているけど、オープンではそのキレは発揮されていない。そうなるとこのコースではあんまり威張れない。ここは叩きでプードジボンと同じように形勢はヨータムハンデでガチ勝負って感じがする。ここは見送って熟成させるのが吉。ここを惨敗で形勢はヨータムハンデで大きく買う熟成馬券ね。おお。以上で2024年の関谷記念の予想を終わっていくけど、当日朝ですまんな。でもきちんと出しているから許してほしい。競馬ゆっくりおなじみの当日馬券テロですね。にっこり。今回は結構自信あるけど、やっぱりブラックマンデー以来の上田ショックの影響で体がついてこなかったのよね。おお。これでジュンブロッサムが飛んで、ブラックサンデー啓太、暗黒京都崎啓太、ダースケーターが発言すると、いやいや、さすがにジュンブロッサムの時計的にそんなことは大丈夫だよな。競馬の暗黒面に落ちてないよな。啓太飛ばないよな。啓太トサキンスカイ啓太、ディズニーはスターウォーズを滅ぼした謝罪と賠償を要求する。はぁ、以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。